日本人兵士、陸上自衛隊。三輪での戦闘訓練大日本帝国陸軍の兵士アメリカ海兵隊の兵士メキシコ軍人と、車載機銃兵士は古代から現代まで国家の軍隊の軍人や、それに準ずる戦闘組織の構成員であり、召喚や将校といった指揮官からの命令に従って任務をこなす。個人や部族社会の戦士とは異なり、 公然と戦闘のために組織に属している場合に使われる。日本の古代、律令制においては、中国の党の平成を参考に編成され、人員を年齢別に記載した戸籍である朝廷から一定の割合で挑発された。兵士は軍団に所属し、有事の際の出兵や、返境防備のための先森り、英士として各地へ派遣された。 792年に一部を除いて原則的に廃止され、任務は検事に継承される。日本語の兵士は近代軍隊における上位の下士官、士官に対する兵卒を指すことが多い。あるいは、朝鮮人日本兵を指す時のように、軍人と軍属の総称として用いられることもあり、いずれにせよ制度的な用語ではない。士官と下士官兵を合わせて、将兵。 少子と呼ぶことがある。軍隊制度を取るキリスト教会の旧世軍は、神道兵士と称している。現代では、兵卒が兵士と同義の単語として使われている。本来は、兵は戦闘要員であり、卒は兵を支援するものを指した。近代以降の兵士について大まかな分類を列挙する。少年兵、老兵など、特に幼い少年兵は、 正規の少年兵と区別するため、子供兵士などとも呼ばれる。新兵、熟練兵、古参兵など。退役した兵士は単に退役軍人と呼ばれることが多いが、予備役についている兵士は、予備役兵と呼ばれる。不評、騎兵、砲兵、砲兵、憲兵、水兵など、所属する部隊の種類によって大別される。衛星兵など特技を習得している兵士に、 専門の故障が与えられることがある。石膏、狙撃兵、守備兵、警備兵など果たしている役割で呼ばれる場合の故障。ソルジャーの語源は、古代ローマ時代には、兵士の給与は広く利用されていった通貨である、ソリドス金貨で支払われたため、ソリドス金貨のために戦うものを指す、ラテン語から来ている。また初期には当時は、生活必需品だった塩で支払われており、 これが給与の語源とされる。現物支給は効率が悪いため、後に支給される仕様と同額の報給がソリドス金貨で支払われるようになった。鳥取県にゆり浜町園町園の村部蔵。ありがとうございます。